性質二元論の概念図。一つの実体が二つの性質を持つという考え、性質二元論は、心身問題に関する、刑事上学的な立場の一つで、この世界に存在する実体は一種類だが、それは心的な性質と物理的な性質という二つの性質を持っている、という考え、特性二元論、属性二元論などとも訳される。 同じ二元論に分類される実体二元論が、物理的実体とは別に、魂や霊魂といった、心的実体を置くのに対し、性質二元論は一種類の実体だけを置く。そして、二つの異なる性質に関して、一方を他方に還元することができない、一方から他方が創発することができない、と考える。この点で、物理主義や観念論といった一元論と立場を分かつ。 現代の心の哲学の分野で議論される二元論は、実体二元論でなく、基本的にこの性質二元論と呼ばれるタイプの二元論である。二つの性質として、物理的なものと意識の主観的な側面の二つを考えることが一般的である。性質二元論に分類される立場の代表的な例に、デイビッド・チャーマーズの唱える自然主義的二元論がある。 類似の言葉として二小理論また、中立一元論という言葉がある。二小理論という言葉は一般に、一つの基本的なものが心的そして物理的という二つの異なる側面を持つといった考え方のことを指すのに、使われ、中立一元論という言葉は、心的でも物理的でもない、その両方の特性を合わせ持った中立的な実態で、 世界は構成されているといった考えのことを指すのに使われる。これらの言葉と性質に言論という言葉との間の意味の違いというのはそれほど明確なものではなくしばしば互換的に用いられる。ここでは性質に言論と対立する立場について述べる。性質に言論は二元論であることから物的な一元論である物理主義と対立する。 物理主義も複数の性質を認めはするが、性質二元論と還元、または創発の点で異なる考え方を持つ。物理主義は、心的なものは物理的なものに還元できる、または物理的なものから心的なものが創発できると考えるのに対し、性質二元論はそう考えない。心的な性質について、物理的なものへの還元、または 物理的なものからの創発が可能だとする物理主義の主張は、性質に言論の立場からは、貪欲な還元主義である、または不合理な創発であるとして批判的に扱われる。ありがとうございます。